モデルプレスイコール2024年1月9日、グローバルボーイズグループ上腕、JO1 の川尻ハスが9日、東京、渋谷で開催中の、ルイ・ヴィトン2024春カメンズポップアップストアのオープニングイベントに、近城壁会、佐藤慶子と共に来場した。写真、上腕川尻蓮、スレンダースタイル際立つ、近城壁会、川尻蓮、佐藤慶子、ルイ・ヴィトン、 ポップアップに来場川尻は、アイコニックなモノグラムがポイントとなったジャケットとバッグを合わせたスタイリングで登場。モノグラムを際立たせられるようブーツはブラックを合わせたといい、このアイテム、モノグラムアイテム、をまとめ上げられるのはこのブーツ、と紹介した後に、こいつら、金城と佐藤、をまとめ上げられるのは僕、と二人の肩を組んで微笑み会場を笑顔に。佐藤から、 ありがとうございます、とか体感者の言葉が飛び、近所が、冷た、とツッコミを入れていた。ポップアップについては、入ってすぐダミエのシリーズがすごく華やかで、一番に目が行っちゃう感じでワクワクしました、と目を輝かせていた。ルイ・ヴィトン2024春仮面図ポップアップストア、1月2日から21日まで、ルイ・ヴィトン2024春仮面図ポップアップストア、を、東京、渋谷にオープン。 メンズクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスが手掛ける2024ハルカメンズコレクションが発売され、店内は2023年6月にパリのコンヌフ橋で開催された2024ハルカメンズファッションショーのアイコニックな会場デザインを思わせる、遊び心に富んだ世界観を表現している。オープニングイベントには、アンバサダーを務める岩田武則、三代目 J ソウルブラザーズに加え、ユータ、ユータ、 NCT127、堀米優と山田優、三好彩香など華やかなゲストが来場した。モデルプレス編集部。